マンション価格が2倍、3倍に高騰。湯沢リゾートマンションを少しでも安く買うための4つの方法を惜しみなく紹介します。無職になって湯沢の雪国へ移住。こんにちは、内家具チャンネルです。湯沢のリゾートマンション価格が去年と比べると倍以上になっています。原因は今まで逆に安すぎた反発と、前回お伝えした仲介料値上げのためです。それにより湯沢リゾマンの物件価格、安いものが軒並み2倍以上の高騰です。今回は10万から100万時代に突入した物件をいかにして安く購入できるのか、湯沢住民が知っている4つの方法を惜しまず紹介することといたします。このチャンネルを登録しておけば、湯沢のリゾートマンションが丸わかり。どうぞ最後までご覧になってください。さて、湯沢のリゾマン安く買う方法の前に、高騰の背景を簡単に説明します。リゾマンの価格高騰についてですが、坪単価での平均が湯沢全体で約 1.6 倍、岩っ原の人気リゾマンで見ても昨年比 1.2 倍以上の値上がりとなります。過去3年の湯沢リゾマン相場を見ると、去年が割と底値だったように見えます。ということで、マンション自体の時価が去年よりも上昇した結果の高騰です。次に、前回の軽くおさらいになりますが、不動産業界の法改正の影響が大きく、大手不動産会社の仲介手数料値上げで800万円以下の物件では一律33万に、つまり去年よりも20万から30万ほど仲介料を余計に請求されてしまいます。これにより昨年40万円の物件でも現在は100万円ほど費用がかかります。湯沢のリゾマンは10万円で買えるとか、どこぞの YouTuber がよく騒ぎますが、もともと10万円で買える物件は存在せず、仲介料や税金で最低35万円でした。それが今回の法改正やらなんやらで、実際に必要な額は今や70万円です。ということで、湯沢リゾマン全体では物によっては3倍近く高騰しました。では本題に入りましょうか。今回はそんな環境要因に影響されず、同じリゾマンでも相場より安く手に入れる4つの裏技を紹介します。ここからはスキップせず最後までご視聴することを勧めます。それでは1つ目の方法、0円物件や地元を使うことです。安価な不人気リゾマン限定ですが、苗場の西部ビラなんかであれば、今年実績で年間10件ほど0円物件でオーナー募集していたようです。0円物件というのは、空き家などただでもいいからもらってくれという、仲介手数料のかからない無料で使える不動産の取引サイトになります。不動産屋を介さず直接売買になるので、仲介手数料が無料になるという仕組み。ただし口述しますが、直接売買なので手続きは自分たちでやる必要があります。ちなみに地元でも年数件ほどリゾマンが流れてくるので要チェック。それでは2つ目の方法、オーナーから直接売買をする。前述の0円物件や地元を使うという方法より探しにくいのですが、湯沢の雪山好きの知り合いがいればチャンス到来です。0円物件に絶対出回らないような人気リゾマンを安く買える可能性あり。まず冬にスキー、スノボ行く友達でリゾマン持ってる人を探してください。
もしくは知り合いの知り合いでも OK。 一つ手でオーナーさんを探します。またリゾマンオーナーは他オーナーとよくつながり持っていたりしますので、そのコネを使ってリゾマンを売りたいオーナーさんを探してみましょう。ちょうど売りたいって人がいれば、法改正後の仲介料に悩んでるはずです。うまく直接売買できればウィンウィン、掘り出し物の物件が手に入るチャンス。ただ直接売買の場合では物件不対の暖房や給湯器の故障の責任問題など、購入後の故障でトラブルになることなどよくあるので、お互い納得できる契約を。すでにどこのリゾマンも35年以上です。備え付け機材も買い替え時でしょう。それでは3つ目の方法、競売で購入する。湯沢リゾマンでよくあるケースが管理修繕費滞納による差し押さえです。それにより裁判所が主体になって滞納物件のオークションが行われます。出品されるリゾマンは様々ですが、中にはステラタワーなどのお宝物件も。1年に15件ほど出てる感覚ですので、こちらの競売情報も要チェックです。インターネットから検索できるので、今すぐ好みのリゾマンがあるか検索。内覧はできませんが、競売物件の写真は資料とともに詳細ページから DL できます。お部屋の状況などそれでわかりますので、あとは相場を計算して入札するだけです。物件によっては管理修繕費滞納分を請求されるものもあるので、よく確認を。上級者向けに感じますが、結構いい物件が安く手に入るチャンス。ちなみに今現在8月30日はなんとビクトリアタワーが出品されてます。それでは4つ目の方法、他の不動産会社で購入する。これは最後まで教えたくなかったけど、実は湯沢に3つ目の不動産会社があり、湯沢リゾートさんは例の法改正後でもまだ仲介料を値上げしてないようです。なので湯沢商事やエンゼルでは仲介料33万きっちり取られますが、取扱い物件は少ないけど、湯沢リゾートはかなり良心的な不動産屋と言えます。冒頭で100万円時代突入と言ったけど、こちらでは費用をかなり安くできます。他にも仲介料がぼったくる価格でない不動産会社があったら教えてください。湯沢町のために新規参入お待ちしてます。内家具も不動産屋始めようかな。ということで今回はリゾマンを安く買う4つの方法でした。どれも敷居が高いと思うかもですが、どれも相場より安く買うチャンスです。また4つ目の方法は正規ルートなので、第3の選択肢にしてみてください。このチャンネルを登録しておけば、湯沢の状況が夏も冬も丸わかり。また次回もスペシャル情報を届けます。早々内家具のマンションもとある理由で売却を検討しております。そのあたりのお話はまた今度にします。ここだけのお話でした。